おごめーん。大分の高千代親方です。今回は敗者のお話題です。ちょうど一週間前、銀馬を埋め戻した夜。ってなんかトラフィルと尾崎豊が一緒になったようですけれども、えー、今回は敗者のお話題ですね。えー、ちょうど一週間前、私の銀馬が外れまして、そして無事に埋め戻りました。 ねありがたいことに、えー、現在ですね、任務も無事に埋まって、痛みもない状態でフィットしてます。本当にね、歯医者さんには感謝です。ただ、別の敵が現れました。それが、今回ですね、ご紹介する、死石でございます。まあ、歯の石ですけれども、この死石除去をですね、まあ、今回と明日と、まあ、2回続けて行います。まあですね、この歯医者に関する話題、 歯石、まあ、除去はですね、えー、メジャーですけれども、まあ、まだこうね歯石除去されてないという方にですね、まあ、私の、まあ、一患者の体験談として何かこう参考にするなるものがあればと思ってですね、えー、今回も体験を共有いたしますどうかお付き合いのほど歯磨きながらでもいいのでねよろしくお願いいたします,す、えー、まずはじめに この歯石とはそもそも何ぞやというのをですね、簡単にご紹介いたします。まあ脂まあ私はあの文化財の方の歯石は好きなんですけれどもね、このね、歯の歯石は厄介なもんなんですね。まあ簡単に言うと、歯にですね、溜まった汚れですね、まあ思考プラークっていうんですけれども、これが固まったものですね。まあまさに歯の石のような感じなんですけれども、これがですね、まああの、 歯石が出るとできると今あそこにこう要はそうするとまあ簡単に言うと口臭がねこうひどくなったりそしてこの歯周病ですね歯茎のところがこう痛くなってでだんだんこの歯茎をがもろくなって虫歯や歯周病がひどくなって痛い思いをするものなんですね今回まあ私ですねこう まあ前回その銀歯を取る際にですねえまあ歯のチェックを最初にしたんですけれどもまあその際にこうまあ歯医者の方からこうなんかどうもやっぱ歯石がいっぱい溜まってるようですねとこれはもう取った方がいいですよということでまあ私も悩んだんですけれどもまあやっぱりこの歯は大事なものですし もうこうプロにも頼るしかないのかなというところでですね、史跡ですね、取り、ね、脂積取りというとなんか関取りみたいで、なんか私親方だけにですね、えー、照ノ富士優勝しましたとかそういう話はいいんですけれども、脂、ま、積、あね、取り、まあ、史跡除去を行うこととしました。このですね、史跡除去ですが、えー、まあロケ今収録してます、今日とそして明日と2回に分けて、えー、行います。これまあ全部の歯が対象なんですが、 さあ問題なぜ指摘除去2回に分けて行うのでしょうか考外中考外中終わり、えー、これですね、えーまあ、私最初は、えー、これ体へのダメージがあるから1回ですると大変だからということで2回に分けていると思ってました違います正解は2回に分けるのは 保険適用のためなんですね。バーっとしてんじゃねえよって言われそうですけれどもね、5歳児から。あのですね、これ簡単に言うと、詳しいことはわからないんですけれども、まあ、人間の歯上下32本ですかね、あって、これなんか専門的には6つのエリア、ブロックに分かれるそうなんですね。で、歯石をつとる際は、そのい、ね、保険でもし適用するならば、1回で3ブロックまで、要は半分ですね。 もう簡単に言うと上半分と下半分という分け方でもしましょうか。半分しかできないんですね。仮に、まあ、全部下とか、じゃあ4ブロック目に入ったらどうなるかと、言うと、これは要は簡単に言えば、 全額自己負担なんですね。自由診療ということで、まあその保険内、私みたいにもう金がないからですね、3割負担で収めるのであれば、1回につき3ブロックまでしかできないので、こう2回に分けて行っているという状況でございます。これもね、ちょっと実はまあ、 指摘状況の話は、まあね、言葉はよく聞いてましたけれども、あこういうなんか事務的、保険的な理由なんだっていうのは、まあ私も驚きましたし、あこういうのもまあ一つ勉強だなということで思いました。じゃあ実際、じゃあどのようなことを行ったのか、えー、次でご紹介いたします。さあ、えー、治療をですね、行いました。 まあこれはあくまでもですね、私、1患者の事例ですし、2回に実際分けてますから、若干それぞれの病院やです、ねえー、お患者様の状況で、えー、変わる可能性はございますので、まあ、あくまでも個人の体験談として、まあ、ご参考までにお聞きください。えー、全体でですね、私の場合、まあ、初回ですね、たい治療時間30分ほどでした。 で主に3つの、えーですね、作業工程が行われました、えー、1番目が、えー、プラークチェックということで要は先ほどご紹介した歯石とかですね、えー、歯の磨き残しがないかをチェックをしますこれがねすごいんですよ、えー、画像もありますけれどもこうピンク色のもうキラッキラしたしかもこれが美味しい甘い味がする ですねえー、このです、ね、お薬を口にチュチュッと塗ります。で,すでちょっと時間が経つとなんと歯がピッカピカのピンクに光るんですね。わーいってヒーローだって喜んではダメですよ。このピンクになっている部分こそこの葉は歯の磨き残しがある。 ですね、まあ要は敵がいる場所なんですねこの染色チェックを行ってまず、えー、と実際どんだけですね磨き残しとかがあるかを確認をしますで私の場合結構多く残ってまして恥ずかしい話なんですけれどもねそれを見て先生が「うわこれはいっぱいあるな」と「きちんと歯磨きしてますか?」ということで、えー、続きまして2番目が歯磨き指導が入ります えーまあ、まずですね実際私がどのように歯磨きとか生活習慣をしているのか、まあ、アンケートや実技を実際歯磨きで歯ブラシ使って行いましたでですね、えー、それを踏まえて、えー、ですねまずちょっとここはダメだねということで指導を受けながら実際ではどういうふうなです、ね、歯磨きが良いのかですねそういうのを簡単に聞きました まああのー、それはですね個人個人でねいろいろと指導がありますけれどもまあ私の場合参考に簡単に言うとまずはこう歯ブラシやこう鉛筆を持つように優しくです、ね、使ってくださいゴシゴシ強くっちゃダメですよとでまたですねこう側面とか歯茎のところやこうね歯と隣の歯との間とかいうところが本当に残りやすいのでそこはもうですねゴシゴシと。 まあその力は軽くでも例えば1回につく奥歯ね20回こするとか回数は大事とおっしゃってました。ね。歯を何回こう磨くんていうかこう1日にね2回以上磨けというそちらの回数もそうですし歯を実際にこうこするところの作業の回数もある方がやはりいいということでした。 まあ優しくですけれどもそうしないとやっぱりこう取れづらい奥に届きづらいというのもあるそうですねでまたこう奥歯からこう適当に磨くんではなくてもう順番右こう奥歯からスタートしたらこう時計回りでこう曲がるとかいう一定のえ磨き方をしてくださいというまあそういうことなどをまあアドバイスをいただきましたで実際にちょっと私の使っているもう歯ブラシがもうねえ先が広がってまずい状態ですのでえちょっと眺めてですね大きめの に広さもある丈夫な歯ブラシと合わせてこの奥歯にですね届くちっちゃめの歯ブラシこれね2本セットなんとお買い上げしました私540円で2本実際買いましたしその歯ブラシ使っても早速も今日は歯磨きをですね歯医者さんで行いましてピンク色になっております毛先がですねこれがもう染色液が残ってるからですねこういう歯磨き指導を行いました が行われましたで、続きまして最後ですけれども、クリーニングというですね、作業。まあ、要は、実際に歯石を取ります。こう、きれいにする作業ですね。あのギーってドリルをですね、回してから、ピュッて取る作業ですね。これはまあ、ですね、最初にあの麻酔をですね、えー、塗ります。これあの、そのままやると痛い作業ですので、えー、麻酔を、まあ、塗る麻酔でもうですね、これがね、また美味しいんですよ。 なんかおねおいしくち入れるもの本当美おいしいですねあのなんかバナナジュースのような甘い、えー、麻酔の味がしましたね甘いものこそ危ないものがあるとねそれはいいんですけれどもね、えー、塗ってしばらくするとこうね、えー、だんだんと下とか歯ぐのしびれがきてそしていよいよそのスケーラーという機材を使って電動のドリルでューンって今日は上の歯をふわっと前ね表面からいっててその後と裏面にこうキュッてやって。 けどもう先生早かったですね。2分足らずでピューッとやってしまって、えー、はい、おしまいということでした。で、噂に聞いてたんですけれども、痛みがあると。で、さらに出血もある。血が出るという話でしたけれども、まず麻酔をしてたので、そんなに痛みはもうほぼほぼなかったですね。あ、ちょっと歯茎にあドリルが入ってるかなっていう感触は実際あります。で、でうがいし、ね、うがいした時に出血あるかなと思ったんですが、 もう全くないですね、血は出ませんでした、まああのー、麻酔が切れてどうなるかなと思ったんですけれども、まあ、若干この麻酔の影響か今回のその歯石除去の影響かはわからないんですが、えー、まあ230分ほどして何ていうかズキズキの痛みではないんですよなんか歯一本一本こう縛られた痛み鈍いような痛みがちょっと出てきたかなという感じですね歯がギュッと縛られた そういう痛みがありましたがこれがまあ果たして麻酔が切れたのかその今回のえ歯、ー、石除去をやったからのやったからの原因かは分かりませんもともと歯が痛かったのかが原因かもしれませんしただ実際のところそんなにそ,、ね、その痛みもすぐ治まりましたしそんな苦しいほどではなかったのであの実際は痛みはほぼほぼなかったとで今回に関しては、えー、感じましたこれまた治療方法やですね、まあ、各患者さんのですね 体調などで異なるので一概には言いませんがまあ無駄に体がでっかい親せき取りな親方はですね特に問題がなかったというふうな状況で終わりましたこれがまあ1回のですねえー、内容ででこれはあ,のあえてまあ参考までにですねですけれどもでこの治療代今回については、えー、保険適用、まあ、私3割負担で約ほぼですね1500円でした治療代プラスえー 歯磨きセットの買い上げ代ということで、えー、540円で全部で2030円窓口で払いましたまああくまでもこれ状況ですね投薬とかですねいろんな、まあ、何割負担かで、ね、も異なりますので一概には言いませんが、えー、大分の30代メタボリックシンドロームの男性、ね、の指摘取り1回でだいたい1500円ぐらいの治療費がかかりましたよというのはです、ね、最後に申しそび、ね、伝えます ということでですね、えー、無事に痛みもなく、まあですね、歯石を取って、まあ少し上の歯も確かにすっきりして、その後の食事もやりやすかったです。えー、まあですね、あす、個人的にはこの下の歯が残ってますので、そこがまた終わったらどうなるか。で、さらに、えー、余談ですけれども、この先ほど正しい歯磨きの方法をね、指導いただきましたが、1週間後、きちんと歯が磨けているか、テストがあるそうです。 わおこれまた通わなきゃいけないなんてどっちも買い。まあそういうことないですね。あくまでも、ね、健康への投資。まあここ,ここでですね、まあ。未然を切って時間もかけてしっかり、まあ、学ぶということもやっぱり大事かなというふうに、まあ、前向きに考えております。えー、まあ以上ですね。えー、歯石除去。まあ経験者はたくさんいらっしゃるでしょうが、まあ、参考までにですね、えーまあ、私自身はこういうのを受けましたというのをまあ共有をいたします。 まあ何かしら今後ですね、史跡取りを考えられている方、の参考になれば幸いでございます。ということでですね、歯を大事にこれからも頑張って、ね、参りましょう。ということでですね、今回も最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。よろしければですね、この動画、本当に参考になったという方はですね、高評価、いいねボタン、押していただけると、もうますます私はウキウキします。 でさらにですね、えー、チャンネル登録もまた引き続きね、よろしくお願いいたします。なかなかこういう、まあ、歯医者のね、歯に関する話題ってまだ今回で3本目ぐらいで、かなりレアなんですが、まあ、これに限らずですね、いろんな、こう、私なりの体験談をですね、共有することで、こう、まあね、 何かこう参考とかね、高額じゃないですけれども、えー、誰かの学びになればいいなという思いで、えー、ご紹介いたしますので、えいろんなチャンネルございますが、えーおつきね、お付き合いいただきますと幸いです。それではですね、今回も最後までありがとうございました。どうぞこい